ありがとう。いいものあるじゃねえか。任せろ。目的地に着いたみたいだな。見てみてね。ついてみてね。
그걸 잘해. 少し休むか。喂喂
似てて当然なの。不思議として眠りやわ。それじゃリム、いつこの塔が作り出してる空間。すげえ、今どっから床が出てきたんだ。なんか光ってるぞ。あそこに行けばいいのかな。消したりできないのか。このキューブは塔が作り出したものなの。なんか方法はね。やめとけ。
にまた四角いのが嫌がるな。この先にはあのキューブはいねえみたいだな。おいおい、急に出てくるとか勝手にしてくれよ。お前また一つ上に来れたと思えば、こっちにも敵が嫌なのか。今の雰囲気が違うね。この森見たことがある。どうしたんだリム。思い出したの。私はずっと昔にこの塔でも全部は思い出せ。いいさ、どうせ上まで上がれば全部わかるんだ。もしかして時のメモリアなんでしょうか。違う、ここは現実。違う、ここは現実。誰の思い出の中でもないわ。お前の。おい、前見てねえと吹っ飛ぶぞ。
前の。今のうち。嫌な匂いがするぞ。よし、確かにな。この子なんか嫌がるぜ。ここまで来たんだ。鬼が出ようが邪が出ようが立ちはだかる奴は血に捨てるだけだ。何が出ようが関係ねえ。俺たちは前に進むだけだ。ああ、こいつをぶっ飛ばしてアディオのところに行くぞ。キャプテンウソップにかかれば大した敵じゃないぜ。よし、先へ進むぞ。よし、先へ進むぞ。
く言わないと。この塔は危険だぜ。よし。お、リコがもういない。みんな急いで追いかけるぞ。気をつけろ、上に何かいるぞ。CP9、 それもあの二人だ。動物園かよ。あとのあいつもどっちもぶっ飛ばす。メモリアで会った時より力が上がってる。おいおい、嘘だろ。関係ねえ、ぶっ飛ばして先に進むぞ。俺の方はいつでもいいぞ。やっと戻るか。よし、こんなだ。よし、ロボットジェットメンバー、仲間の力を見せてやる。困りそうな。ありがとう、チョッパー。連結レジャーション。よし、やるか。完結。大したものだ。おいお前、完璧。大したものだ。うまくいけた。ゴムゴムの。行けよ。やっと。まいったまい。ここまで。なかなかね。こう見えてなかなかやるわよ。ミラージュ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。この世に直せない病気がないんだ。ありがとう、チョッパ。ディアブルジャム、フランマーゲシャット。なんだぞ。あの地獄の役に比べたら必要な力だ。ん、早くリムを追わねえと。またやばそうな感じ。大嘘、あるんだ、クリアさん。どっちも、俺たちが何もリングをまとめてぶっ飛ばす。ねえ、ひょっとしてこいつらも。よほほほ、おそらく強くなっているんでしょうね。どっちにしろ、やるしかねえんだ。よし、みんなやるぞ。みんな、いけるよな。おう、バンさん。では、諦めが悪いんだ。ディアブルジャム、フランバーゲシャット。よっしゃ、効かねえな。いや、スニークマン、ゴムゴムのキングコブラ。見せてやりましょう、私たちの力。ミラージュ。ディアブルジャム、フランバーゲシャット。よし、ゲート。こいつ、強いな。いや、スネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。ふざける。ミラージュ、今がチャンスだ。クライサマ。おいお前、下ろしちまうぞ。ディアブルジャンブ、フランバーガショット。よし、ヒート。いけるか。ゴムゴムの受けよう。レッドホーン。なんで私なのよ。ミラージュ、腹減ったな。おいお前、ディアブルジャンブ、フランバーゲショット。能力は使いようだ。いけるか。やった、ゴムゴムのグランドピースだ。俺は さすがに大岡七部会を二人応じる。またなんかいるのか。
麦わらの一味勢ぞろいとはね。無謀だね。全員ここで死ぬよ。貴様ら海賊は生かして解散。待て待て待て、ちょっと待てって。俺もロビンズに言葉を押して。いいから構えろ。またお前らか。けど、これはもうお前らには負けねえ。俺の方は生きてもいいぞ。三刀流攻撃一大三冠大戦。こっち強えな。よっ、スネークマンゴマゴマのキングコブラ。もうここまでかね。一刀流勇士必殺本。仲間の力を見せてやる。この世に直せない病気がないんだ。ナイスタイムカット。くそ、止まっちまって動けてねえ。シュートウィン発射、デジロイジャー101。次はこいつだ、ギアセカンド。ゴムゴムの受けを抜いたかに、レッドホーン。バンコラも運が悪い。行ってなんかいねえぞ。腹減ったね。ゴムゴムの受けを抜いたかに、レッドホーン。ここは抜かさらおうか。ナイスロック、パンチロック。きっちり肩をつけるとするか。山頂1080ポイント。この世に直せない病気はないんだ。うわ、トップグリーンの火災性見せてやる。強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。鬼殺決まります。こりゃ抜かしの、この力助かったわ。アキューブのレッド完全じゃないと、リムそのままの強さ。勝ちは勝ちでしょ。変わりない奴ら。会いたかったぜ神の息吹。海王類と見まごう巨大な体に禍々しい弾丸焼きの頃、俺のじいさんから聞いた通りの姿だ。好きなだけ暴れるがいい。俺はお前を止めやしないぞ。ただお前の主人が誰かはっきりさせる必要がある。俺のコテコテにはこんな技もある。アジェンテ、こいつでギュッと握るとか。能力は影だろうが、地域だろうが、掃除かすみは何でも操れる。俺はかけた、俺の命と魂をかけた。もちろん負ける気はねえ。さあおとなしく俺に従いやがれ。どうだ神の息吹、こんな巨大兵器を本当に操れるか。一か八かだった。俺はやり遂げた。俺は賭けに勝ったんだ。さあ世界を作り直す、この力を使ってな。答えてみやがれ神の息吹、誰が主人だ。今国の沼と前で一致、全てアムソン共和国は音がありません。男の言う波の目的か。何ということだ。すべてはアフルドからの気象兵器による攻撃と思います。この国のバサコンか。お前より援軍に立ちます。いかがいたしますか。陣形を広げろ。分析は破壊した。敵に的を絞らせた。本人はバサコンである。巨大兵器の破壊が国というまで攻撃の手を緩めた。何席でも来いよ、時間ならある。最後まで付き合うぜ。
お前か。これはどういうこと？主の結界を消して仲間を迎えるために神の息吹を止める必要があったのではないの？どうしてこんな。そうだな、リム、お前には話しておくぜ。こいつは大切なことだから。リム、ありがとうな。お前の役目はここまでだ。リムの能力は俺にとっちゃ危険なものだったんだ。俺の力もキューブにされて奪い取られたんじゃたまらねえからな。これで俺を邪魔するものはなくなった。リム、お前が仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのか。リムが友達だと？くだらねえことを言うなよ。あいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。神の息吹は雨、雷、吹雪、あらゆる気象を自在に操ることができる。お前が電気を受け付けない体だとしても、霊利な氷をまとった雷ならば、すぐにだろう。おいおい、面倒をかけんなよ。逃げ出すなら見逃しだと思ってたんだぜ。本当さ。わかったか？俺のコテコテで掴んだものは、この通り、俺の思うがままに操る。だと？こんな化け物じみた古代兵器すら従順なもんだ。こんなでけえ兵器を自在に操るか、厄介に逃げたな。お前の刀と同じだ。俺も俺の力さ。お前、俺を助けてくれた時にそのプルトコの力、あの光の力は言ってたじゃねえか。そいつは誤解だぜ、ウソップ。お前らを守るだろって言ってる。俺の気持ちが守るのは俺の夢だけだ。なんて一撃だ。俺の随分しびれちゃう。思い出の旅はご苦労だ。コテコテの身の能力でリムを操り、お前たちの力を奪い、リムが衰弱しまったが、全て俺の想定通り進んだって。メモリ、リム弱ってきた。あなたの能力の影響だったのね。そうだな、コテコテの技はリムには負担だったよ。リムが何も気づいてねえだろうな。選択があったらお前たちは後にしてやる。追ってくるなら容赦はしねえぜ。待て、アディオ。ルフィ、リムが息を吹き返した。リム、近しろ。リム、アディオは悪くないの。私と同じ寂しかっただけ、仲間が欲しかっただけ。このままだとアディオはずっと一人。ルフィ、助けてあげて。リム、おい、なんだよこれ。キューブになってしまったわ。これってどういうことなの？考えられるのは一つだけ。リムのキューブによって作られた存在だったということ。嘘だろ。ありえるのかそんなこと。そもそも作られた存在って分かんないことが多すぎるぞ。どれが、なぜ、どうやって。キューブは自然のものではない。リムが言っていたことよ。なら誰かリムを作り出した人がいる。だがよ、この島にはリムの他にアディオしかいねえぜ。アディオに聞くしかねえな。待ってろよ、絶対に元に戻してやる。みんな、アディオの後を追うぞ。アディオを追うぞ。アディオは南の浜辺の方に向かったわ。飯だ飯、行くか。やっと話がつながったの。何の話だ、ロミちゃん。ワクミドの研究する学者の指揮を思い出したんだけど、アディオの一族がおぼしき記述があった。思い返すこと、ワクミドの歴史と重なる部分が多かった。なんて書いてあったんだ。差別や迫害を受けている、海軍の追跡から逃れている。そして彼らの武器もこのワクミドがあることで、今の話と一致するわね。その人たちは今どこにいるの？それ、一人残らず海軍に逮捕され処刑された。よし、それじゃああいつがワクルトに迎えようとしていたなと思ったのは誰なんだよ。そう、もう誰もいないことに。じゃあ仲間を呼んで一緒に暮らすって話は嘘なのか。それならなぜ嘘をついたの。まさか仲間のために海軍に復讐するつもりなの。でもそれ、リムは関係ないじゃない。どうする、ルフィ。アディオに会いに行く。俺たち嘘ついてんのか敵なのか考えたって答えは出ねえからな。そうだ、俺はリムを諦めねえ。待ってろよアディオ、本当のことを話してもらうからな。
エーテルが役に立った。俺たちがあれほど苦しめられたタイプだ。な、本当ならこの力で裏切り者のお前を殺して、死んだ仲間たちへの食べ手にすべきだ。今は予定通り、この世界を作り直し、俺たち一族の呪われた運命に決着をつけるわけだ。待てよ、ダリオ、お前なんか知ってんだろ、教えろ。本当にすごいな、ルフィ。お前に撃たれたリムはこんな箱になっちまった。それはリムなんだ。今となってはどうでもいいが。どうでもいいだと。お前が何を吹き込まれたかは知らねえが、俺には邪魔だっただけだ。リムはお前のこと家族だって言ってたぞ。あいつは家族なんかじゃねえ。俺の本当の家族、すべて死んだよ。リム、そいつは俺が神の息吹に至るまで単なる駒だ。駒だと。お前らがこの島で暴れてくれたおかげで、俺は神の息吹を手に入れることができた。そういう意味じゃ、リムもお前らも少しは俺の役に立ったな。だがここからは俺だけだ。誰もいらない。一人だからできることだ。この世界を壊し、正しい世界に作り直す。それを邪魔するものは全て愛術だ。お前もお前の仲間もだ。リムとの約束だ。お前を一人に死ね。ぶっ飛ばして部屋探してやる。無駄だぜルフィ、俺はもう止められねえ。なんだあの竜巻、中で雷がゴロゴロ鳴ってるぞ。あれは竜巻を呼びたい。ここまで天候みんな行けるよな。その程度の力じゃ、もっと本気でかかって。なんで準備を受けた。戦闘で極上に到達。さて、行きましょう、みんな。リム君、ミルフルール、ギガンテストワーのスパンク。なぜだ、神の息吹を、何かが邪魔をしているか。なんでぶっ飛ばしてやる。スネークマンゴムゴムのキングコブラ。これだ、ひたすぎるのいかなそう。エルフローリガンテストワーのストンプ。ついに自分の意志で動き出しやがったか。長い拘束から解放されて力を抑えられなくなった。いいだろう、思うがままに暴れるがいい。世界の終わりは今思いがけずに始まった。自ら動き始めた神の息吹は全ての大地を焼き尽くすだろう。どうだ麦わらルフィ、お前が信じる仲間や絆でこの力を止められるか。うるせえ、この魚なんか叩きついてやる。なんだお前怒ってんのか。悪いけど暴れられると困るやつがいるんだ。ちょっと読んでたお魚さんの様子が変わりましたね。こうやって何でしょう。何かは知らねえがあいつの周りを囲ってんだ。あれは、そうか。私もあの科学でも、あんなのある。アディオ、ロッキー。神の息吹、身を固めて。いや、いっぺんに行くぞ。やりますよ。
標だ。三刀流一大三千大戦、これは一筋縄ではいかなそうだ。オジエタフルグッドパワーの気味がいがありそうだ。準備もいいよ。鬼ぶっ飛ばしてやる。この子の手を放た。先手を打たせていただきます。はい、失礼します。かすり、この気持ち落ちたフルフルトマのショック。なんてことだ。神の息吹の明かりが消えた。手間暇かけた計画だったんだぜ。まだだ、まだ手はある。この世界にはまだ神の息吹のような古代の遺物があるはずだ。そいつを探し出せば俺はもう一度やり直せる。階段の下に危ねえ。ルミ、俺はここに残る。みんなはサインを守れ。俺にはまだやることがある。そうだな、いいこと思いついたよ。バブルの嵐を乗り越えてなお無事だったお前のこと。ありゃ素晴らしい船だ。武装を追加すれば新世界の海に越えられそうだな。そこでだ、俺はサニー号をいただいていこう。嬉しいぜロギー、お前は最後まで役に立つ男だ。ふざけんじゃねえ、そんなの俺が許すわけねえだろ。そう言うだろうと思っていた。だが欲しいものは奪い取る、それが海賊の流儀だ。お前らに合わせてやってもらうぜ。そうだな、じゃ俺も今から海賊ってことにするかな。世界を滅ぼすついでに海軍も海賊も皆殺しにしてやる。そうすると俺は海賊王ってことにならねえかな。悪いなルビー、世界を掌握するのは俺だ。本物の知らねえ奴が海賊を語るんじゃねえ。人類は俺たちの自由を奪うお前が王になれるわけねえだろ。何を言った。昔俺の邪魔した海賊も言ってたぜ。思うがままに奪い取る、支配する、そうして世界の全てをその手に掴んだ者海賊王と呼ばれるんだ。さて縁も竹ならどちらが正しいか絞ってみよう。それもまた海賊の流儀だろ。アデオ、お前は何も掴んでねえし、俺も何も渡さねえ。お前が海賊を語るなら、海賊として受けて立ってやれ。俺はこの力で全てを掴む、奪い取る。この世界には自由を奪う、目に見えない大きな手がある。その腕がこの世を思いのままに操ってやがる。クソったれた、この世の断りってやつだ。俺は散々見てきたぜ、信じられるの何もないってことを。腕の模様は何だ。俺の家族の印だってお前の魂だって言ってたじゃねえか。お前の信じてるもんだろうが。俺は誰も信じねえ。この世の断りを変えてやる。徹底的に破壊し正しい世界を作り直す。軽いな、何も持たねえお前の拳は。俺の拳が軽いだろ。俺の一人で夢を成し遂げる仲間なんて初めから必要なかったんだ。それでいい。よっこっ、バブルとは。自分で手放したやつが何してんだ。手放さねえから仲間だ。こんなところで病気にやられちまうとはな。手足がしびれてまともに動かねえ。まあ、小野家の記した頃だ、すぐに話が去るだろうぜ。あいつ分解しとしての腕も抜群だからな。そういえば小野家も世界政府の高官ともあろう方がせこい話をするものだ。なんだ、何の話だ。崩壊処刑がこの時なんだろう。毒で弱らせてやる、殺しちゃえ。奴が最後の一人だ。
このままだからな。慎重にもなるぞ。俺は逃げた。いや、死にたかったのかもしれない。皮肉なことに、俺は俺たちを追っていた海軍艦に引き上げられた。マスオ船から逃げ出した俺は、手にした新聞の小さな記事に罠を見る。政府の役人がつまらない罪で処刑されたと書かれたその記事に、ポロロッカの写真が添えられていた。俺たちの200人の苦しみ、あのクソ野郎の裏切りも、全て、誰かの手のひらの上で踊らされていただけのことだった。大丈夫？船は島の裏に退避させな。ただ、とっとと逃げるぞ。ここも危ねえ。決着か？シドンか？リム、お前、元に戻ったのか？うそ！リム！いや、待て。なんだか違う気がするぞ。瞳の色だ。リムちゃんは青かったな。そうね。どういうこと？後で説明するわ。お前、リムじゃねえのか？違うわ。でも、あなたたちの知っているリムは大丈夫よ。銃撃は急所を外れていたから、頸部は光を失っていないわ。本当か？よかったな、リム。なるほど。お前がリムの本体。あいつはお前のコピーってことか。さっきの戦いの中、神の息吹の動きを邪魔したのもお前なんだろう。そう、私が止めたの。でも結局、神の息吹は自分を意のままに操ろうとする人を見限ってしまった。巫女である私も含めて。そう、世界はそれで終わるはずだった。だが、こいつらの言う絆の力、俺がとっくの昔に捨てたその力は、世界を破壊するはずだった神の息吹をも叩き潰してみせた。折れるはずのなかった俺の信念もろともな。俺はお前たちの絆に負けたってことか。そうじゃね。リムとお前の絆だ。お前を止めたんだ。あなたの腕なら確実にリムの急所を打ち抜けたはず。意識して外したとしか思えないわ。じゃあな、俺にもミスはある。お前には負けちまったが、俺は絶対に立ち止まるね。いつか必ず正しい世界を作り直す。お前には分からねえだろうが、俺一人、俺の道を行くしかねえんだ。アリオ、お前は一人じゃねえぞ。いまいましい野郎だ、モンキーディール。俺の一族の証だ。島に埋めるのに誰かにくれてやるなり、好きにしてくれ。よろさい海軍に、もう一度俺の力を見せつけてやる。あいつとの思い出の場所を、これ以上めちゃくちゃにされるのも尺だしな。おい、何してやるんだ。おい、アリオ。ラフルト、頼んだぜ。いや、これ家族の島だ。おい、アリオ、おい。あとはリムなんだ。なんとかなんねえか。キューブには傷一つないわ。やはり、アリオは分かっていたのか。お前、リムなんだな。そうよ、仲間思いの VG もいるね。よかった。やったな、リム。アディは行ってしまったのね。ルビー、助けてくれてありがとう。神の息吹は破壊されたようだな。強大な力を持つ手の名が一つ消えたのは痛手だが、あってはならない歴史は。そんなものブンブンと振り回してどこ。趣味なのよ。修行だ。そんなに修行が好きなら眠りやって。もう十分や。そうだ、俺たちは力を取り残念、お宝も手に入るのだけど。ゾロ、ウソップ、サンジ君、みんなをよ、この流れでどうす。本当に行くのかよ。もちろんよ。お宝の自分の命をか。メモリアでこのキューブ、黄色いキューブを見つければいい。見つけたらどうなのかしら。まさか見つけ出すのが修行ってことね。よ、やってみる。あとはこの荷物を積んで準備完了だ。いつでも。よし、みんなを呼びに。ああ。じゃあ、そっちは頼む。よっ、骨が折れる作業です。待って、ルビー。私たちも一緒に行くわ。
集まってどうしたの？今みんなとリムのこと話してたんだ。リムはああ見えて怖くないんだぞって。え？ああ見えて？リム？いやあれはみんな実はリムのことが気になってたんだって。これからはみんな仲良くできるよな。やだ。ほらみんなリムと仲良くしたいって。よかったな。もう。他のみんなはどこにいるんだ？あ、そういえばサンちゃん、キャンプを片付けに行くって言ってたぞ。キャンプね、それじゃあ行きましょう。ルフィとリムちゃんたちじゃねえか。出航準備ができたみたいよ。早いな、さすがグランキーだ。ここの片付けも終わったからいつでも行ける。よし、行こう。はいよ、キャプテン。リムちゃんたち、島の食材で軽く料理を作っておいた。俺の分はねえのか、サンジ。おめえの分は船で作ってる。しっかり食べて、立派なレディーになった頃、また。うん、そういや、ウソップが、砂人の遺構を見に行くって言ってた。だが先にナミさん頼みちゃん。行くぞ、お前ら。サンジらしいわね。でもまずは、居場所が分かってるウソップのところに。ルビー、もう出航なのか？あ、準備ができた。リム、俺たちは一番。ありがとう。そっか、それに。そういやお前らちょっとは危なかったのか。あいつ先にサニー号のところへ行ったはずなんだが。いや見てねえな。きっと道を間違えたんだろ。みんな内海の方に行ってみましょう。もしかしたらそっちにいるだろう。ルフィが変なところにいるわね。出航までにこの先の遺構でもう少し鍛えておきたかったが。しかこの先はないかい。遺構はないわよ。あの遺構の大爆風今度は切れるように鍛えよう。あ、ごまかした。気のせいよ。いい顔で笑うようになったじゃねえか。うん、ありがとう。そういや何をその辺で見たの。本当だ、近くで波の匂いがするぞ。よし、ちょっとが言うなら確実だ。え、それどういう意味だ。あ、なんか本当あんのか。つまりほら行くわよ、二人とも。ルフィ、それにリムも。そう、何、あのね、私ね、それでいつかみんなと冒険した街だよ。リム、そうね、それじゃあ。そうよ。何、私は大丈夫よ。私たちが来たから。違うわ、ミッキーの私が。また来るわ。だからそれまで元気でね。何も見つかったし、あとはロビンだけだな。ロビンなら島を一巡りしてからアディオの家に戻るって言ってたよ。それなら今頃戻ってるかもな。よし、じゃあ行くか。何を見てんだ。この絵を見てたの。少しほこりを落としたら全貌が見えたわ。それは私たちの生まれた空地がこのワフルドが空にあった時の絵で。そう、アディオのおじいさんももっと昔のおじいさんが暮らしていた場所溜まっててごめんなさい。この冒険でまた一つ埋もれた歴史を知ることができた。それだけで私は満足よ。そういや、なんでお前ら同じ顔してんだ。この子は私の記憶キューブから作ったの。記憶キューブ。なん、説明をすると長くなるけど、200年前、マリージョアの世界貴族が神の息吹を失い、神の息吹の力を悪用すれば、世界が大変なことになってしまう。空での戦いは私たちに有利だった。でも、最後には私たちの島は正解に落とされてしまった。そう。島が落ちた時、私は神の息吹と共にいて、そして、神の息吹が自己修復のために張った。超低温の結界の中で、冬眠状態、私は壊れずに残った巨像たちに、同時に島の状態を確認するために、私の記憶情報をキューブにして。そうだったのね。なんでお前がびっくりしてんだ。だって昔のことはあんまり覚えてないから。どうやらキューブを作った時、私は死にそうになっていたから、私の記憶の全てを取り出してなかったみたいね。だから私、昔のことが曖昧なのかな。あ、いや、わかった。お前らどっちもリムってことだな。本当にわかってる？ルフィ、
伝説の島ワフルドか。ここがはるか昔に、でもどうしてこの島の遺跡は、レザ、もしかしたら島はすべて落ち、そしてその歴史や文明は誰かに、じゃあハルダスさんたちにも何か影響を与えたのかもしれないわね。ただ推測に過ぎないけれど、でもそうだったら嬉しい。でもあの日みんな消えてしまったから、ここで暮らしてた人は多くの犠牲を出した忌まわしい出来事が世界、それを隠した上にアディオだ、やり口が汚すぎる。な、もしかしたら俺たちのとんでもない、そうね。そしてそれは歴史の真実。この島の成り立ちと、この自らの故郷を滅ぼした悪役な一族と言われたさまよえる一族は故郷を奪われ、よく彼らの冤罪はすぐに晴れることはないだろう。いかに自分たちの都合のいい歴史を上書きしようと、起こった出来事は決して私たちが真実を知ったことだ。だから私はこれからの冒険を続ける。頼もしい仲間たちと共に。どうしたんだロビン。何でもないわ。よし行こう。アディオやルビーたちが来るまで私はこの島でずっと一人だった。でも今はあなたもいる。神の息吹はもうないけど、この島はみんなで守っていく。心に嘘をつかず自由に大切なものを守るの。時に意見が分かれたりぶつかったりしても、全部みんなが私に教えてくれたことよ。ああ、俺たちは友達だろ。リムが困ったら俺たちを呼べ。そうだね。そうね。レディの危機には駆けつけるのが男だ。カナウソップ様だ。8000人の部下と共に駆けつける。安心して、いつでも呼んでくれよ。会えたら、うまいものを食わせてやるぜ、お嬢さんたち。この島の石は貴重なものばかり、大切にしてね。従来島民が増えたら、お前の親友とも話してやれよ。俺の活躍も頼むぜ。ワフルダの風は強いけど、体を大事にしなきゃいけないぞ。二人っきりで支え合うのか。スーパー泣けるぜ。負けなよ、エヌ。よほほほほ、リムさんに教わった救いの日差し、大事に掲げてまいりますよ。なんで報告書捨てちまうんだよ。大佐ちゃんに怒られるぜ。ああ大佐ちゃん、でもよ、そっちの報告書にはあの子のことも巨大兵器の残骸のことも何でも書いてねえじゃねえか。うせる、さっさと報告をあげてこい。面倒を押し付け合って、おい、アディオ、お前生きて戻るんだろうな。お前が帰ってくれて俺の目が暗いうちは何とかしてやるよ。アディオはいつかあの島に戻ってくるのか。生きて戻ってくるだろ。あいつはリムを置き去りにはしないと思うぜ。ああ、そうだね。簡単にくたばるやつじゃねえしな。アディオ、早くリムのところに戻ってくるといいな。さあ、リムも寂しくなるだろうしな。そうね、アディオが戻ってリムも孤独でなくないのに。それだけで私たちのワフルドの冒険が無駄でもなかったと言えるかしら。そうだといいわね。でもワフルドは本当に変わった島だったな。そうだな。それにメモリアの旅も大変だったぜ。でも自分たちを過去の旅にもう一度なんて興味深い体験でしたね。今の俺たちは過去の未来だ。なるべ。あ、そうだ、海賊王に俺は乗れ。おい、高子、マフルドの食材を厳選した。俺の特別メニューが待ってるぜ。おー、うまそう。Thank you.